スパックは劇団であり劇場である。世界の文化に寄与するものを県で作ろうよっていう、世界に寄与できているなんてことがもし思えるならばね、すごくこう人生が、まあ、張り合いができますよね。そうですね。今回のゲストは演出家で静岡県舞台芸術センター通称スパックの芸術総監督である宮城聡さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。宮城聡さんです。東京大学にて演劇論を学ばれた後、1990年に劇団クナウカを旗揚げされました。同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出は国内外から高い評価を得ていらっしゃいます。これまで第3回朝日舞台芸術賞受賞、第2回朝日ビール芸術賞受賞、そして2019年にはフランス芸術文化勲章シュバリエを受勲、また今年第50回国際交流基金賞を受賞されました。2007年にスパック芸術総監督に就任され、現在も静岡を中心に活動を展開されていらっしゃいます。まずは宮城さんが手掛けられた、舞台を映像で、はい、拝見させていただきました。これ駿府城公園でギリシャ悲劇のアンティゴネを上演した時の、ギリシャ悲劇というのは2500年前に書かれて、うん、未だに世界中で上演されているんで、うん、最も息の長い芸術の一つだと思うんですけど、しかもそのテーマがびっくりするぐらい今日そのまま我々の問題っていう感じのことを扱っていて、これは直接には戦争のことなんですけれどもね、まず人は死んだ後もどこかで生きているんじゃないかっていうことを、もし今世界中で紛争している人たちが頭の片隅にそういうアイデアを持てたらば、もしかして少し紛争は減るんじゃないかなっていうね、願いを込めてそのギリシャ悲劇に仏教的な世界観を入れてみたんです。これはもう舞台上全面水、水を張ってます。あの三途の川というくらいで、まあ、人が死んだらその水の向こう側に行くという、でこの岩の上に立っている人たちは、まあ、原作の登場人物たちなんですけれども、それは、まあ、生きている間という感じですね。でこの水の上をふわふわふわっと歩いているのが、まあ、死んだ人たち、死者たち、本当に三途の川を渡る、まあ、そうですね。ただよく考えてみると死んだ人たちの方が数ははるかに多いわけですよねだからたくさん周りにいるわけですね。あのアンティゴネっていう女性はその2500年前からすでに自分は生きている人よりも死んでいる人の方が、まあ、大事なんだって面白いこと言うんですよね。だから死んだ人たちのことを考えれば、生きている人たちのいさかいというのは、まあ、それは相対的に小さいことなんだと。亡くなった方にどう思われるかの方が大事だみたいなことを言って、でも政治家とか軍人は何言ってんだっていう、そんなことを言ってたら国が成り立たないだろうみたいな。でこのまあ、アンティゴネとその政治家との対決みたいになっていくんですね。確かに聞いてると仏教思想というか日本のなんていうか、もともと持っている祖先の霊を敬うみたいなことじゃないですけれども、そういうものとのっていうか親和性みたいなものもやっぱ感じられてくるという。あの今それで宮城さんは、まあ、いろんな活動を経て今静岡で拠点に活動されているということですけれども、その芸術総監督を務められているそのスパックについても少しお話を伺えたらなと思います、はい、これ建物あの静岡芸術劇場という僕らの拠点の一つ、2カ所拠点があって、日本平 の, その山の方にこう山の中にある、まあ、稽古場とか、そういう場所と、まあ、これはあの町に近い方ですね、病の場というか、これがその日本平の舞台芸術公園という、まあ、僕らにとっては工場みたいな。結構分散してる感じですか？そうなんです、分散してるんです。この地形の中にこう埋もれるように埋もれるように建物が配置されていて、茶畑の合間合間に、その通りです、その通りです、 その通りです茶畑の合間にすごい、スパックはあの1997年に活動開始した、もう25年、公立の、ま、劇団であり劇場である、普通あの、ま、日本でね劇場っていうとただ場所だけを指すこと多いけれど、でもよく考えると
なんとか座っていうのは、はい、場所であり劇団である、うん、まあ、人間集団とその場所と両方指してるじゃないですか、もともと何々座って、うんうんうん、ヨーロッパの劇場なんかも大抵そうで、つまり劇場があるってことはそこに劇団があるってことだよねっていう、まあ、日本の場合はあの公立の文化施設っていうのはなぜかこう劇団を持ってないことが多かったんですが、うん、スパックはまあ本来に立ち戻ってというかね、はい、劇団であり劇場である、だから静岡県立の劇団が専用の劇場を持っている、うん、まあ、こういうスタイルで、このスパック、まあ、一番最初の志っていうのが僕面白いと思ったんだけれども、うん、世界の文化に寄与するものを県で作ろうよっていう、まあ、ちょっとバブル時代の感覚かもしれないけど、でもね、うん、それは忘れちゃいけないことというか、うん、なんかこう自分の人生を充実させるって時に世界に寄与できているなんてことがもし思えるならばね、うん、すごくこう人生が、まあ、張り合いができますよね。そうですね。芸術やってる人間なんていうのはどっかしらこう常に自分のやってることって自分にしか関係がないんじゃないだろうかとかね、うん、もしかすると独りよがりなんじゃないだろうかとか、うん、こういつもそういう、こう疑念がダメ出しみたいなのが頭の中でこう響いてくるんだけれども、うん、でもそのスパックの場合は世界の文化に寄与しようっていうのが一番最初にあるので、うん、その妙なこう縮こまり方をしないで、まあ、思い切り活動できる、そういういいところがあると思いますね。なるほど。それはもう発足以来ずっとその概念はもう、 もうね、僕広めたいですよ、もう日本中のね、その公立の、まあ、私いつもそうだけど、うん、みんな世界の文化に寄与しようよって言いたくなってきますよね。その志が大事っていうかね、視野をどういうふうに持つかっていうのはすごく大事な感じがしますね。それを公立の劇団が掲げたってところに、まあ、価値があったのかなって気がしますね。本当ですね。宮城さんがその作品を、まあ、もちろん、演出されることもあり、あとはその年間のプログラミングも、ね、まあ、ディレクターとして関与するということですね。なるほどなるほど。芸術総監督っていうのは、まあ、小さい会社とはいえ CEO みたいな立場で、うんうんうん、だから経営についても、お任せってわけにいかないです。なるほど、うん、経営か。自分がやったことの責任は自分が取らなくちゃいけないっていう立場ですね。なるほど。そういうのも割とこうヨーロッパ式ですよね。それこそ今年、2023年の5月にあの僕は、ストレンジシード静岡というものに参加させていただいて、屋外でいろんな、まあ、アーティストがパフォーマンスをするっていう、でそれがずっと続いてきた結果、静岡の人たちは投げ銭文化がものすごい浸透していて、すごい気軽にお金を出してくれる、まあ、その話はあんまり言うと変なことになるんですけどっていうぐらいその文化が根付いてるっていうのがすごいなと思っていて、だから他 の、 あの自治体で、まあ、ちょっとこういう場所を借りるのがもう本当大変だったよなんて経験を持ってるアーティストは、静岡であっさり市役所の前の広場とか貸してもらえると不思議って、使っていいのみたいなそれをよくおっしゃいますね。なるほど。静岡はアクティブだなっていう印象なんですけども、その、富士の国でしたっけ、はい、富士の国世界演劇祭、はい、概要というかあの内容についても聞かせてもらえればなと思うんですけど、はいはい、世界の文化に貢献するって時に、うん、はい、その自分たちのものを海外で、まあ、披露する、うん、これもこれで大事なことで、まあ、僕たちもあのコロナ禍がちょっとあれでしたけど、まあ、基本的に年に2回3回ぐらいは海外に行って自分たちの公演作品を見ていただいてるんですね、うんうん、でそれによって芸術が好きな人たち、演劇が好きな人たちの中では静岡っていうその固有名詞が少しずつこう広まっていく、そういうことと、あとやっぱり芸術があのクオリティが高いとなると、例えばそこで作られるお茶とかね、うん、そこで作られる農産物、こういうものがなんとなくこうイメージが上がっていくじゃないですか、うんうん、そういう、まあ、あの僕たちが持っている、まあ、効果のようなものもある、うん、一方で周りの国から静岡にやってきて、静岡であの外国の人同士がそこで出会っていくっていうのも、これは一種の発信になるわけですよね。なんか静岡でこんな人と出会ったよ、南米の人が静岡に行ったらばアフリカの人と出会ったよみたいなこと、
あ、静岡っていろんな人が出会う場所だったね、うん、これも結果的に静岡のイメージを、まあ、向上させていく、うん、で小さなあのハブみたいなものになっていく、うん、静岡良かったよって思ってまたその自国に帰ってその人たちが言いふらしてくれたりする、そういうことでちょっとずつこうネットワークが広がってきたという感じです、うん、なるほど。基本的にはその世界演劇祭に関しては、宮城さんのプログラムだったりだとか、まあ、ドメスティックな、まあ、作品も招聘しつつ、まあ、基本はもう海外からいろんな劇団だったり作品を招聘してきて、それを静岡の、まあ、いろんな劇場で開催するっていう。そうですね、うん、まあ、海外、まあ、海の向こうということもあるけれど、うん、やっぱり単純に言えばこう他者というかね、うん、普段会わない人たちと会うっていうことだと思うんですね、はい、だからここでいう世界っていうのは、まあ、単にオーバーシーズってことではなくて、なく、うん、まあ、自分っていうのはやっぱりどっかこうコップの中に閉じこもって生きているわけだから、その外の人、自分にとっての他者と出会えるような機会を作っていきたいっていう意味ですね、うんうんうん、なるほど。これは一般の人も見に行けたりする美術祭ですか？はい、もちろんそうです、うん、でそのストレンジシードも世界演劇祭 の、まあ、あの一部分になっていて、海外の演目だけじゃなくて、このストレンジシードの方はさっきあのおっしゃっていただいて投げ銭なので、まあ、見ること自体はもう無料なんですね。で見て思った分だけの、まあ、お金というかね、あのお払いするという。開催時期とかっていうのはなんか決まった時期？ほぼね、あのゴールデンウィークの頃に毎年決めてます、はい、ストレンジシードがやってるのは5月のその辺ですね。すごい賑わいでしたよ。へ、うん、だからそこら辺歩いてたら、うん、その辺で、まあ、僕らもやってたんですけど、うんうん、まあ、外でなんかパフォーマンスを昼から夜までやってるし、はいはい、で駿府城に行けば舞台やってるし、ドーンってやってるし、うんうん、でもう逆にその大道芸の多分流れで、あのサンバがもう、うん、大通りでバーってやってたりとか、もうとにかく人がまあこのゴールデンウィークには集まるっていう話は聞いてたけど、すごい盛り上がりでしたね。うん、宮城さんは いつからスパックの芸術監督になられたんですか？2007年ですので16年になりましたね。なるほど、はい、そこからこう15年の間でこう変遷みたいなのはどういうふうにこう実感されてますか？それまであのスパック行くまではね、東京とそれから、まあ、大体半分ぐらいは外国でやっていたんですね、うん、はい、でそういう環境から、まあ、とある、まあ、思いから静岡に行ったんですけれども、まあ、最初はやっぱりあまりにも気候がいいというか、うん、のんびりしちゃうんです。体自体もね、うん、うわーっとするんですよね。東京にいるとやっぱりこういつもなんかこう戦ってるぞみたいな、うんうん、ね、スピード感がありますよね、感じじゃないですか、うんうん、その中でこう生き延びてるだけでなんかやってる感みたいなのがあるわけなんだけど、うんうん、1年生き延びたみたいな、だけど静岡にいると本当にこうふわーっとするんですよ。で最初のうちはね、いやこの環境で世界レベルの芸術をね作るのはこれ容易なことじゃないって最初は思ったんです、うんうんうん、なんかこうどうやったら自分を追い込めるんだろうとか最初そんなことを考えてたんですけど、はい、5年くらい経ってからかな、もうちょっと経ってからかな、そののんびりしているようなその人たちを動かせるほどの作品を作ればそれこそ世界に通用する、うん、最も普遍的なものになるんじゃないかという気がしてきたんです。でもっと単純な言い方をすればアートマニアとか演劇マニアが僕のその主なターゲットではなくなって、うん、その町の人たち、うん、そういう人たちの顔が稽古をしている時にこう浮かぶようになってきたんですね。この場面あの人たちにはあんまり面白くないかなとかなんか思うようになってきたんです。あ、対象が、うん、でそのことが結果的にアビニョン演劇祭とかで評価されることにつながったような気がするんです。そのアビニョンの、まあ、オープニングとかでも、はい、来ている方々はなんて言うんだろうな、その未亡者たちなんだけれども、その人たちもまた自分たちが芸術を一部の特権階級のものにしてしまったんではないかっていう疑念みたいなのを皆さん抱えてるんですね、うんうん、はい、でその一部の限られた人たちのものになってしまったんじゃないかって問題意識に対して
まあ、スパックの作品は非常にこう答えることができていた。いや、これなら一部の人のものじゃないよね、みんなの作品と言えるよねっていうようなものを、まあ、幸い僕らが提示することができた。その意味で、まあ、ヨーロッパの文脈の中でも評価された。そういうものが作れるようになったのは本当に静岡に根を下ろしたおかげだなと思ってます。なるほど。今後、まあ、この、まあ、スパックの芸術総監督として、まあ、どのようにこう動いていきたいかみたいな展望を聞かせてもらえればなと思います。人間って巨大な愚行、愚かな行為をこう周期的に繰り返してきたわけですよね。で、例えば第二次世界大戦が終わった時にもうこれやっちゃいけないよねって、もう次やったら滅びるよねって、まあ、かなりの人が思ったし、まあ、日本でもそうですよね。でも、まあ、実際その時代に生きてた人たちっていうのは何十年かするといなくなる、まあ、大体80年ぐらいすると皆さんその記憶を持った人はいなくなる。あれ前これやってたじゃんっていうようなことをなぜかまた繰り返してしまうってことが起こりますよね。で、まあ、このサイクルで考えると日本あるいは世界はそろそろそういう時期に入ってきたわけですよね。まあ、何らかの恐怖心みたいなものを抱いてしまうと、まあ、排除っていうか排外的というかね、自分と性質の違うものをこう遠ざけたいという気持ちになる。で、そのような、まあ、排除の論理というか排外的な感覚がこう芽生えてきたときに、まあ、芸術とか文化っていうのはちょっとずつですけど、まあ、でもそうじゃない人たちもいるよねとか、そうじゃない考え方もあるよねとか、そういうのをこう、うっすら発信してるわけですよね。でもちょっと違う考え方もあるよっていうことをね、発信することがものすごくものすごく大事な役目になってきたんじゃないかな、なんて。そうですね、やっぱり目の前に生きている人間がいて、でデータだけだとね、ちょっと考えが違うだけでもう許容できないじゃないですか、まあ、つまりテキストとか、まあ、画像だけだとこいつ違うよと思うと許容できない。でも生身の体っていうのはなぜかこう許容できる。観客の側もこの目の前にいるアーティストから存在が許容されてる、あるいは今あなたは観客だけれども、でもあなたは必要ですっていうふうに必要とされる、その関係がね、両方相互に起こってるじゃないですか。この人から自分の存在自体が許容されるのかなっていうようなね、感覚、これやっぱりパフォーミングアーツの、まあ、魅力だと思うんですよね。そうですね、まあ、これとっても大事なことかなって。では本当に今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。というわけで本日はスパック芸術総監督宮城聡さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。